おはようございます、リコー TV です。新兵器導入っていうことで、新しいね釣り竿を1本買ってきてみましたよ。これ黒い袋で、これね書いてありますね、ロデオクラフトの釣り竿を、ね、1本買ってみました。ここにねネームタグが書いてあるんですけども、49ホワイトウルフ704 17ポンドクラス、これちょっとね今周りで結構ですね、このホワイトウルフ使ってる人が多くて、で結構握らせてもらったり投げさせてもらったりする機会があって、この竿やっぱいなと思って、ちょっとね値段はお高めなんですけども、これがあればなんかやりたい釣りもっと快適にできるんじゃないかなっていうことでね、一本買ってみました。じゃあ早速開けていきたいと思います。こういう感じの黒い袋で、でこちらをチーズ、はい、グリップとね、おブランク、いやー、はい、あ、値段書いてありますね、5万4000円で税込みだと5万8320円。まあ結構ね、結構ちょっとお高めのお買い物だったんですけども、保証書がついてますね。面積はですね3万6000円で、直せるよっていうことで、今回はですねアングラーズショップマニアックスさんで店頭に在庫していたモデルを買ってきました。あ、保証書もねもちろんちゃんとついていて、でねこのアングラーズショップマニアックスさんに行くと、これねあんまりロデオクラフトのこういった竿って店頭に並んでるところを姿あんまり見ないんですけども、ほとんど並んでる。で自分もですね釣り具屋さんでは一回も見たことなかったんですけども、あそこに行けばあるかもっていうことで行って、でこう展示されてるわけですよね。これでもう触って「あダメだ買います」って言ってね買ったんですけど、こんな感じでねカバーがしてあって、ここをねまた今外して、でまあこれも値札なんで外してっていうことなんですけど、こんなね感じの竿です。49のね、あホワイトウルフね704 17ポンドクラス、はい、じゃあねここねちょっとね切っちゃいますね。はい、じゃあね開封ってことで、これで取れるかな。この竿はね出来物でね新品で買いたかったんですよね。多分ねしばらく使い込むことになると思うので、はい、剥けました。そしてこの値札のところも取って、はーい、結構ね704っていうことで長めの竿なんですけども、トルザイトリングが採用されているので、本当にねこれね持ってみるとほんと軽い、軽ければいいってもんじゃないかもしれないんですけども、ただね一日中釣りする上でね軽いっていうのは武器になって、だから軽いから短いのを使うとかねやってたんですけども、やっぱりこの7フィートぐらいのこのね長さがあった方がその魚はいなしやすいなとかね、大きな魚かけた時にこうグイーンと竿を曲げてこう重さにこうと耐えてねバラさずに釣り上げるのにはやっぱね7フィートぐらいあった方が自分は使いやすいなってのがあって、これ17ポンドクラスっていうことでねこの番手を買ってみたんですけども、この49のホワイトウルフシリーズなんですが、まあ20ポンドクラスとか12ポンドクラスとかその
ポンド数でパワーが、まあ、表記されてる。メガバスで言うと、F1 とか F3 とかいろいろありますけども、そんな感じで、この場合はですね、17ポンドクラスの糸でギュイーンと曲げると、一番気持ちよく使えるよ。まあ、好きなものを使ってくれっていうことで、17ポンドクラスって書いてあるんですね。なので、それで何やろうかっていうと、実はですね、ジグストの釣りに使ってみたいなと思って、その他、まあ何でも使えるとは思うんですけども、で、この17ポンドと別にですね、16ポンドクラスっていうのがあるんですけど、最初ね、それ買おうかなと思っていたんですけども、詳しい人に聞いたところですね、ブラックバスを主にやるんだったら、その16ポンドクラスのガイドをよりブラックバスセッティングに照準を合わせた17っていう番手がありますよっていう風に教えてもらって、で今回ですね、そのマニアックスに行けば17ポンド触れるっていうことで、まあ触ったらもうダメですよ。これ触ったら多分ね、みんな買いたくなっちゃうと思います。そんぐらいね、この最初インターネットとかでここら辺のデザインとか見たら、もう少しなんだろう、重いガッチリとしたしっかりとした竿なのかなと思ったら、もちろんガッチリはしてるんだと思うんですけど、非常にね、この軽快で、あ、これこれっていうね、こんな感じなんですよね。それでもって買ってみて、まあジグストの釣りをやってみようっていうことで、はい。で、自分のね釣りでジグストの釣りといえばこれね、ファンタジスタレジスタのですね、10周年記念モデルの 70H、この番手でね、まあよくね、釣ってね、お気に入りで使ってるんですけども、さすがにこれね、限定モデルなんで、これ折れちゃったらな、もう、返しが効かないよなと思って、これに似たような感じで、ちょっと違った感じの、でも、同じような竿を、これって何かななんて思ってね、ずーっとね、探していて、まあいろんな、竿で7フィートぐらいの買ったりして使ってみているわけなんですが、多分これで終止符を打つんじゃないかなっていうね。まあね、微妙にね、こう長さとかは違うんですけど、このグリップの長さとね、あとね、ブランクスの有効長はね、ここのブランクから考えたら本当ね、似たような感じで、あとはガイドセッティング、この10周年記念モデルってトルザイトリングが使われていて、非常に軽快に竿先が持ち上がるんで、こう1日すごいね、楽にね振ってられるんですけども、このホワイトウルフもトルザイトリングでそこまでね大きくない、まあ小さすぎはしないですけども、非常にですね、考え抜かれたバランスでガイドが配置されているな。まあなんていうか、このトルザイトリングでこう竿先がふっと上を向くような、この持ち心地、こんなね竿で、まあコルクグリップも使ってみたかったしとかね、まあまあまあいろいろあって、でもね、ほんと謎の竿なんで、具体的にはですね、釣り場に持って行ってジグシャクってみてですね、いろいろやってみたいな。で、あとはこの竿で NZ クローラーぐらいまでギリギリ、投げれちゃう。結構ね、この先端の方繊細に見えますけども、これでね、 NZ クローラーとかもいけちゃうんだよね。で、あとはまあジグストの釣りなんかも、糸とかのセッティングによってはバッチリだぜって、こういう風に聞いているので、この普段使っている 70H、 まあこれと同じような使い方、もしくはまあね、ちょっとね、この竿を2本欲しいんですけども、これもう売ってないんで、ああ参ったなと思って、でこれとこれがあればですね、片方に、ジグストやらして、片方にライトテキサス組んだりとか、片方にヘビーキャロやらして、片方にジグストを組んだりとかね、こういった展開ができるんじゃないかなと思ってですね、こういう感じで買ってみました。はい。で、まあね、早速、リールはこのね、グラビアスね、お気に入りで、こういう内物の釣りには使っているので、まあ、ここら辺を組んでいこうかな、なんていうふうに思うんですけども、じゃあね、初めてリールをつけてみたいと思います。ああ、そう。
そうそうそうね、これね釣り具屋さんではできなかったですからね。ああそうね、これこの感じ、この感じ、ああいいっすね。こうふっとね上にしゃくり上げたくなるようなこの感じになるんじゃないかなと思ってね、買ってみたんですけども、あーいいな、これねちょっとお気に入りでしばらく使い込んじゃいそうですね。はい、せっかくだからねいいと思ってほしい。でまあさすがにねやっぱ丁寧にこうラッピングされていて綺麗ですね。もうねほんとねどういうつもりだから買ったってのはね語りたいんですけどね、何分ちょっと使ってみないことにはどうなることやらって感じなんですよね。ほんとね説明いくらね17ポンドホワイトウルフとかで探してもですね、あんまりそのインプレの記事とかが出てこないので、まあ気になっている人なんかがいたらねぜひねこの動画を通じてこんな感じですよなんて伝えていけたらいいと思うんですけど、ほんとねほんと自分の周りでね今ねホワイトウルフオーナーがねすごい多くて、こんな感じ今ね16ポンドの糸を入れてグイーッと曲げてるんですけども、結構ね張りがあるんですけども、こうグイーンとね先上子っていうわけでもなくて七三上子で気持ちよくグイーンとこう曲がっていく、あーこういう感じか。この先端がちょっとクイッて入るこの感じでも全体的にパーンと張りがあって、まあ最近流行りのあのソリッドティップとかそういった、奇抜なあれではないんですけども、このね竿がふわっとちょっと食わせの間が入ってなおかつ魚がかかると多分すごいねバットの方にねこうすごい力強さがあって、ドラグのちょうどいい値でグイーンとこうねやってるともう自然に竿が仕事してくれて魚がふわーっと湧いてくる、こんなね説明とかをね、先輩に聞いて、あそういう竿欲しいなーと思ってね、買ってしまいました。これでねまあ何にしてもですね、あの三島湖でものすごい数の補充アップね上げてる、松本さんが作り上げていて、で実際に使っていてバッタバッタとねデカバスをね釣りまくってる竿なんで、あやかりたいじゃないですかね、自分を使ってみたいね、これ買うしかねえだろうっていうことで買ってみました。まあね詳しいねどんなルアーを使ってとかねそういったのは実況動画の方でね、どんどん開けていきたいと思うんですけど、まずはね、買ってみましたよっていうご報告で、でこれねちょっとどんな感じの部材か、さらに見ていきたいと思います。はい、じゃあねグリップエンドの方から見ていきたいと思いますがね、こういう感じでね裏はシンプルなスポンジというかこの硬いねかけないようなこういった風になっていて、はい、でねコルクがふんだんに使われてますね。でこの特徴的なのがリールシートがこうちょっとね滑らないようなこういうねなんていうんですかね、結構まあサラサラはしてるんですけども、ツルツルはしてないこんな感じのフィニッシュの、こういったグリップなんですね。まあ何のリールにも合うなっていう感じので、ここでグリップとブランク部に分かれることができて、結構だから持ち運びなんかもまあ便利になるんじゃないかなというところと、なんだろうな、ほんとねこう見た目よりね、ほんと軽いんですよね。これはね、ほんと釣り具屋さんとかなかなか置いてないんですけども、置いてあるところあったらね、この49のね、ホワイトウルフシリーズ、ぜひね、どの番手もね、持つとね、長さの割にほんとふわっとね、軽い仕上がりになっていて、で、まあ、49のホワイトウルフで、ロデオクラフトで704で17ポンドクラスってね、ここにね、文字が書いてあって、で、こう見ていくと、トルザイトリングのね、丈夫そうな、こうバットガイド部が、ここまでがですね、ダブルフットガイドで、後ろから1、2、3がダブルフットガイドで、で、先端に行くにつれてこうですね、マイクロガイドよりちょっと大きいのかなって感じですけども、
先端までこういった感じで続いていて、これがあの16ポンドっていうですね、番手だとここら辺が全部ね、もっとごついダブルフットのガイドとかがねふんだんに使われていて、ナマズ釣りとかですね、あとはもっとでっかい巻物に集中したいっていう方は16ポンドクラスっていうのをね選ぶのもありなんじゃないかなっていう感じだと思うんですが、自分みたいにそのワームの釣りとか当たりを取っていく釣りとか軽快さ重視だとこの17っていう方を選ぶと、こういったですね小口径のガイドが使われていて、で16ポンドもねあの両方17と16あったんで互いに持ち比べてもね、そんなに16だからめっちゃ重いっていう感じにはならないので、だからそこら辺はそのどういうルアーとかどういう釣りをやるかっていうのに照らし合わせてどっちがどうっていうことではないので、ただ自分の場合はちょっとこの前に使っていた竿がやはりですね小口径のトルザイトリングですごい竿先がフッと上がるような調子が具合が良かったので、今回に17っていう番手を選んでみました。まあねこんな感じでねふんだんに贅沢な、ね、素材が使われていて、で結構このなんていうんですかねホワイトウルフシリーズとか広告とかあんまり見ないですよね。だからなんか話を聞くとこによるともうそういう多分まあ広告にかけるお金とかいろんなね竿とか作るとどういった有名な人が使っているかとかですね、そういったいろいろなまあものがあると思うんですけど、そこら辺にかけるお金を全て釣り竿につぎ込んだらまあこういう竿ができるんだよっていうようなことをですね聞いてなすげえなぁと思って、確かにねどこ調べてもあんまりこの49シリーズのねまあ知る人ぞ知るっていう感じでね情報が出てこないんで、まあそういったね広告とか PR にかけるお金があったらもう全部ブランクにつぎ込むよって、ね、なんかそういったコンセプトみたいだっていうのをね噂で聞いたことがあって、これはねこれは買うしかねえなってね、なんか信頼できそうなサムだな、当たり前ですけどね。まあでね今回ねちょっとお高めで5万円超えってことですけども、1本買ってみたので、買ったからにはね、動画もやっているのでこの動画の中で、どんなシチュエーションで使ったら快適に、釣れたよとか、あとはねまあできればねでっかい魚をかけてでこういう感じで曲がるとかね、でまあこんな感じだったよっていうのをねどんどん動画でお伝えしていければなと思いますので、ぜひですねご期待くださいというわけで、まあチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。まあそれとね新しい竿買ったね、うん、おめでとうなんていう人はねぜひグッドボタンもお願いいたします。というわけで本日の釣り子 TV は新しく買ったこちらロデオクラフト49ホワイトウルフ17ポンドクラス、これを買ってきてみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。